時刻今11時28分です。3番乗り場の前にね、椅子がありました。じゃあもう休憩しております。椅子がね、乗車するにはね、整列しないといけませんからね。まもなくあと5分で到着します。何分30分なので、緊急事態はね、脱出しましたけどね。市バス乗り場の食事案内板がこちらです。ではね、乗車位置に向かいます。4番乗り場の神明駅2号系統東海橋駅です。じゃあ移動いたします。じゃあ人事券購入いたします。食事といってもね、栄養補給昨日いたしましたからね、こんな感じですね。ではね、乗車駅に向かいます。こちらは名古屋駅の市バスターミナルです。名駅の市バスターミナルです。今の時間ね、垂水東口垂水駅のね、バスターミナルね、バカの軍団です。ではね、乗車駅の方向かいますね。まあ、並んでらっしゃいますね。まあ、そんな慌てません、私は。ではこちら乗り場のバスです。まもなくね、到着ですね。見えますでしょうか、こちらの11時33分の。それではね、私11時33分のこちらのバスです。神明駅2号系統長良橋経由東海橋行きに乗車いたします。もう整列ね、知っていますんでね。こちらは名古屋です。行儀の日名古屋です。今の時間ね、神戸の垂水駅のバス内のね、バカの軍団でね、常識のないのがいるでしょうね、多数。じゃあね、行列乗車地向かいます。あとでもいいですね、まあ、案内放送流れてからね、乗車頼んでね、それはね、もう乗り方自由なんでね。待ちます、とりあえず。この後ね、午前中の名古屋のね、名古屋のローカルのテレビでね、拝見いたしました。川沿いにチューリップと桜ね、もうまさに今見頃、昨日はね、見頃だったそうですけどね。もうこれは一刻も争いますからね。一刻も争いますからね。いい被写体になるのに、やはりね、もう、今日がもうピークでしょう。昨日の状態のね、放送を見ましたからね。まだね、私は帰りません。とは言い切れませんしね。まだ今、免疫ですからね、帰ろうと思えばね、今から、ね、近鉄特急でも帰れますし、東海道新幹線でも帰れますしね。それは分かりません、私は。なんとも言えません。ね、今からね、当然近鉄特急の乗車しまして、山陽バスのね、垂水駅のバスターミナル、垂水東のバスターミナル、十分向かいますからね、何も変じゃありません。それは私の自由なんですよ、そんなことは。そんなことはね、私の自由なんです、ね、私はね、ただいまにね、神明駅2号系統の長良橋経由東海橋駅のバスに終点まで乗車いたします。ではね、私の乗車するバスが参りましたのでね、列の方に向かいます。案内放送ございます。
私と撮影する私が私主役ですからね。アナウンサーありました。4番乗り場に関名駅2系統長良橋経由東海橋行きのバスが到着しました。自動ドアの前へお進みください。ではね、自動ドアの前にね向かいますね。東海橋 via 長良橋 has arrived at gate 4. Please proceed to the automatic door. 準備いたします。前払いでございます。約30分です。ただいまより、では乗車いたします。はい、乗車ありがとうございます。足元お気をつけください。はい、では乗車いたしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では発車でございます。適正確認乗車内容し発進発車いたします。発車の反応にご注意ください。本日は2月関電駅2系統東海橋行きをご利用いただきましてありがとうございます。左の反応にご注意ください。長良橋から東海橋へ行きます。左の反応にご注意ください。次は名古屋駅南、名古屋駅南口。私はお客様の着席を確認して発車するなど安全運転に努めます。着席確認してからで、ね、発車を行いますからね。山陽バスはね、いきなり急発進しますから恐ろしいですよ。 Thank you for using the Nagoya City bus. Konnei Eki 2, route for Tokai Bashi. This bus is bound for Tokai Bashi via Rokutan Koen and Nagara Bashi.Next stop is Nagoya Eki Minami. ご乗車ありがとうございます。このバスは関名駅2系統長良橋経由東海橋行きでございます。上信営業所運転士の山中です。ご案内の通りでございます。安全に努めてまいります。お客様にご案内いたします。走行中は事故防止のためやむを得ず急停車する場合がございます。お座席には深くおかけください。また走行中での席の移動は大変危険ですのでおやめください。車内事故防止にご協力お願い申し上げます。安全運行を、ね、されておりますので、扉が開いて山陽バスのようにねバカな客は一人もいません。安全点ご協力お願い申し上げます。山陽バスの乗客ね全員バカです。こちらね、あの2号ゲートですかね、垂水駅発のね、あの星ヶ丘経由する清水ヶ丘駅、全員バカです、行儀悪いです。まあね、乗車しないと申し訳ないけどね。通常よりあの車線が1車線狭まっている影響のため、道の方が少しこの辺のエリア、混み合っております。大変お急ぎのところ、ご迷惑をおかけいたします。ご覧の通りですね。ご案内通りです。私の説明よりもね、ご丁寧な案内でございます。あの山陽バスはね、そんな案内ありませんからね。これね、これでまあね、普通のね、その丁寧なね、案内方式はよろしゅうございます。まだね、私は下町でございます。くるくる回っているのはそこで工事中ですね。あちらのビルがね、上上園のビルですね。ではね、一路ね、東海橋へ向けてバスの旅でございます。30分ですね。本日もね、まあご覧の通りこれですけどね、これも持ってこれもなんですけど、まあ少しねこれもね
訓練でございます。自ら行っておりますからね。発車いたします。自らね、行っておりますからね。どなたにも言いようありませんから。ただね、他人からね、行ってくるね。何考えてんの、この野郎、バカ野郎。なんですよ。他人からね、命令される筋合いございませんからね。自らね行うのは自由ですからね。叙々苑ですよ。私は処女です、ね、そういうことなんですよ。名駅南でございます。停車の反動にこっちください。停車の反動にこっちください。一路ね向けてこちらが乗車されます。東海橋行きでございます。お待たせしました。東海橋行きです。市バスの活用はいいですね。楽でね。ではね、東海橋向けてね乗車いたします。